はい、こんにちは、116インズです。さて、今回はアストロズに関する話をしていきますが、今年もアストロズ、さすがに強いですね。カルロス・コレアが抜けましたが、2017年以降5年連続で ALCS 以上まで進んでいるチームの強さは伊達ではなく、今年も現地5月8日時点で18勝11敗で地区2位。エンゼルスの調子がここまでいいですが、アストロズも優勝争い絡んできそうですね。 昨年のアストロズなんかは今くらいの時期は特にブルペンがプレスリー以外はちょっと頼りなくてトレードデッドラインでグレイブマンなどを獲得してくるまではやりくりにかなり苦労していた印象ですが今年はそのブルペンが一転してかなりガチガチブルペン防御率2.61はこれは MLB3 位の好成績を残していますしかもグレイブマンやレイリーが FA で抜けクローザーのプレスリーが4月中旬から3週間近く離脱してこれですからね オフの補強はせいぜいネリスを獲得したくらいでしたので、正直ブルペン大丈夫かなと思っていましたが、何の心配もいらなかったようです。さすがと言うべきでしょうか。現在のブルペンの主要メンバーの成績がご覧の通り、FA で連れてきたネリスが特に素晴らしく、15試合で防御率0.64、勝ちパターンとして活躍していますし、昨年からブルペンを支えているスタネックも11試合で防御率1.86、 ブルペン唯一のサワン、ブレイク・テイラーも防御率1.08と盤石ですし、なんならクローザーのプレスリーがウィンザー・ウォリプレイスメントで見ればブルペンで一番下という、まあ、それくらい非常に充実したメンバー構成となっています。誰を出しても今のアストロズブルペンならある程度投げてくれそうな予感すらあり、昨年途中にマリナーズから獲得し、現在はネリスと並んでセットアッパー。プレスリー不在時は守護神代理としても活躍したラファエル・モンテロも防御率0.73。んんん ということでね、あの、僕らのマリナーズシンクローザーとして期待したモンテロが、今アストロズブルペンの柱として大活躍しています。 昨年のマリナーズ新守護神として高い期待を受けてレンジャーズからトレードで連れてきたモンテロさんでしたが、まあマリナーズに来てからはものの見事に炎上に次ぐ炎上で40試合に登板して防御率7.27。おおよそ40試合も投げたピッチャーに期待するような防御率でもないですが、ほぼ2試合に1回は失点するため、まともに勝ち試合で使うことはできず、6月のレイズ戦が2試合連続でタイブレイクに突入した際に奇跡の無失点ピッチングを見せた以降は失点のペースも加速してしまったので、今期まで一応保有期 ありましたが、チームもなくなくモンテロを dfa エイブラハムトロをアストロズから獲得する際に、マリナーズはこのモンテロとケンドルグレイマンをアストロズへ放出し、移籍となりました。アストロズに移籍してからのモンテロはすぐに肩を痛めてしまったため、8月上旬を最後に昨年は登板がなかったんですが、今季はここまで圧巻のピッチングを見せていますよね。去年のあのモンテロと本当に同じ人間かと疑うほど危なげないピッチングをここまで続けています。 参考までに昨年のマリナーズ時代と今期のモンテロを比較してみましょう。昨年のモンテロはマリナーズで43回3分の1を投げて実績点35、防御率7.27、BABIP3 割5分5輪に代表されるように異様なまでの運の悪さもあったため、FIP は4.05と防御率と比べたらだいぶマシですが、まあそれでも勝ちパターンとして信頼して使うにはちょっとというようなピッチャーでした。 左率3割1分1輪、非 OPS8 割1分9輪は、これがバッターの成績だったらどれほど良かったか。それがアストロズで今季これですよ。もちろんまだ登板自体が多くないのでこれからどうなるかわからないにしても、ここまで12回3分の1を投げて自責点がわずかに1。防御率は驚異の0.73。左率は1割3分下がり、非 OPS に至っては4割引き。マリナーズ時代と比較して脱三振のペースもだいぶ上がり、このピッチングであればソラアストロズも信頼して使いますよね。 まだ12登板とは言っても、マリナーズにいた時にそのスパンでこのレベルのピッチングを見せたことは一度たりともなかったので、本当に何がそんなに変わったのかと思ってしまいます。 ただ一応私自身全く今季の活躍に期待していなかったわけではなくアストロズがうまくモンテロに手を加えることに期待してオフのバウンスバック候補をピックアップした動画でモンテロの名前出してはいましたそこから引用したものになりますが昨年のモンテロは防御率こそマリナーズでは7.27だったもののハードヒットを抑えるなど打球関連の指標は極めて優秀で 異様なまでに悪かった運さえどうにかなれば、成績改善は望めそうな状況でしたし、またこれに合わせて空振りを奪える球種が一つできれば、だいぶ状況も好転するのではないかと思っていました。で、今のところモンテロはどうなのか、課題だった空振りを奪える球種を見つけました。それがフォーシームなんですね。平均球速やスピン量、変化量などは昨年から大きく変わってはいないようなんですが、昨年フォーシームの空振り率26.9%だったところ、今季38.2%まで一気に上昇。 一年でそんなに変わるかと思いますが、このフォーシームはさらに決め球としても非常に優秀で、2ストライク時の投球を分母に実際に三振に奪った割合を示すプッタウェイの割合が、昨年の15.3%から倍増して31.9%。三振を奪う球種としてもフォーシームが機能していることがわかりますし、昨年課題だった点を解決した、まあ、あるいは解決しそうなところまで来ていることが、今季のここまでの高騰につながっていそうですね。 で、これだけフォーシームで三振を奪えている理由を探ってみたところ、今のところストライクゾーン高めへのコマンドがかなりいいようです。こちらが今季と昨年のモンテロのフォーシームの投球位置を打者の左右別に並べてみたものになりますが、左右どちらに対しても左側、今季の方がフォーシームをよりゾーンの高めに投げ込んでいることがわかるかと思います。また、フォーシームを基本外角に投げる姿勢も見て取れ、昨年は左打者相手にはフォーシームをインコースにかなり投げていたようですが、今年は左右一貫して外、 元々平均球速96マイル前後とスピード自体は速いので、これまでよりも外より高めいっぱいのゾーンを攻めて、バッターが球速に追いつけず、空振りを量産できているみたいですし、なんなら今季の4シームのゾーンを見ていただければわかりますが、ゾーン高めいっぱいをビタビタに攻め込んでますからね。平均96マイルをあのゾーンに投げられたら、まあ、なかなか攻略するのはメジャーのバッターといえど難しいでしょう。 また今年のモンテロのフォーシームがすごいのは投球の6割以上、これに頼りながら先ほどの数字を残している点なんですよね。昨年は結構いろんなボールを混ぜていた印象のモンテロですが、今季はフォーシームが完全にピッチングの中心。割合で言えば昨年35.7%だったところ今期、今季は61.5%。 おそらくアストロズがモンテロの生かし方をいろいろと考えた上でこのような結論になったと思われますが昨年はいろんなボールを使うもなかなかカウントを整えることができず自分を苦しい状況に追い込んだ後に打たれるかあるいは歩かせるかがもはやモンテロのお決まりのパターンでしたのでパワーピッチングに振り切ったのも彼にとっては分かりやすくなってかえって良かったのかもしれません 投球全体で見ても今季はストライクゾーン内で勝負ができているようで、昨年ゾーン内の割合が47.9%でしたが、今季は53%。ゾーン内のボールが増えていながら、ゾーン内のコンタクト率は逆に10ポイント以上も下がっているのも、フォーシームの威力を物語っています。空振り率も大きくアップして立派にクローザーが務まる選手になりましたね。 プレスリーが離脱していた期間など今季すでに3回セーブ機会でチャンス巡ってきましたが、3度ともしっかり抑えたのも成長の証。昨年はモンテロにとっては何もかもがうまくいかず悔しい年になったと思いますが、まずは今季いいスタートを切れたようで、もうマリナーズの選手ではないですけど嬉しい限りです。で、このピッチングを今後も続けることができるようであれば、クローザーを任せるにふさわしい選手になれるんじゃないのかなと思います。 プレスリーの調子がいまいちな今、モンテロにしばらくチャンスを与えるのも全然ありだと思っています。4C も大幅に増やした分、昨年優秀だった打球関連の指標は悪化してしまいましたが、今くらい空振りを奪えていれば成績悪化に直結するような問題にはならないでしょう。マリナーズではどうにもなりませんでしたが、今のところアストロズが立てたモンテロ復活プランはうまく機能しているように見えます。 ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。